ミフちゃん、元気出したね。崇拝しているような批評家が勝手にこれはこう、あれはあーって限定しようとしてしまうから、それを聞いた人々が分かった気分になって、どんどんその奇跡の質が下がってしまうんだね。より多くの人がいいと感じているものを具現化することは大事なことだよ。
来い。全員がこっち来て。はいはい。みんな飲んでる。うまいじゃん。懐かしい味じゃない？うん、駄菓子屋って感じっすね。思い出すな、丸屋のおばちゃん。ほら、ここにも泣いてる人が来てる。これ、俺がガキの頃作ってもらってたシャーベットなんだ。涙じゃないっす。男は簡単に泣いたりしないものっす。マリアのおばちゃんの味だ。ビッグカフェのメニューにはふさわしくないの。シェイクしただけのシェイクの悪いこれなんか好きだよ。でもそれがうまいと感じる人がいる。俺はこの味が好き。誰かが値段をつけてくれなくても。俺は網走一番の塩味に卵を落としただけのやつが好きだ。あれが食えなくなったら困るね。怒るけど。おしのやの牛丼、あれがなかったら何度死んでたかわからん。当然牛丼には紅生姜す。もちろんあと寿司屋のガリ。俺も納豆しっかり混ぜない方が好きだから。それはちゃうよ。翔吾くん、
翔吾くんはどうしたの？ここに用事なの？そう、お散歩って楽しいもんね。私の新しいレポートをホームページに載せてもらったから、もしかしたらもうお返事が書いてあるかもなって見に来たの。でもまだなかったよ。気が早すぎたかな。あのね、今ね、花の王子様に聞いてみたの。本物じゃないとしたらどうしてこんなことするのかって書いてみたんだ。答えてくれるかな。私のせいなのかな。いつもおかしなことばかり言っちゃうから。さっきも私のせいでしらけちゃったよね。カフェで店長の飲み物を飲んだ時、せっかくみんなで楽しく盛り上がってたのに、私おかしなこと言ってしらけたよね。私っていっつもこうなんだ。みんなと一緒にできないの。お姉ちゃんの足も引っ張ってばかり。バイトだってできないし。何でもできるお姉ちゃんのようにできないし、みんなと同じようにできないし、だからいっつも迷惑ばかりかけちゃうんだ。翔吾くん、翔吾くん、ここ痛そうだよ。もしかして飛田さんと喧嘩したのも私のせい？本当に？絶対仲直りしてね。一緒に行くよ。